嬉しいことに。いや、ほんと1ヶ月ぶりぐらいなのかな。ね、近くに楽器があるからね、あって言ったらすごい響くんですけど、響いて聞こえてるのかな。あ、あ、あんま聞こえんか。あ、失礼いたしました。なんかだからすごい小声になっちゃう。若干響いてる。はっ、いえ、へ。ちょっと聞こえるよね。なんか聞こえるでしょ。反響してるでしょ。だよね。ふっ、ほら、お、だからなんか小声になっちゃうんですけど、元気です。元気なんですけどね、はい。テンション低く聞こえるよね、やっぱなんかこうちっちゃく喋ってるとね、はい。あ、笑ったらね、笑ったら響いちゃうのね。笑わない方がいいんだよ。あ、そうです、なんと選抜に入りました。これのくだりさ、あれだ、 YouTube で撮ったからね、なんかもう言った気になってた。まあ言ったっていうか、みんなもう知ってる人が多いとは思うんですけど。ありがとうございます、ありがとうございますね。まだ言いそうで心配になる。まだ何も発表されてないもんね。もうちょっと言いそうになりそうで、ちょっともうもう終わらせたいんですけど、嬉しいですね、本当ありがとうございます。本当に危ないなって思うんですけど、ギリギリを攻めながら、いや本当早く見てほしいし、仕上がりが私もすごい気になるなっていうやつだよね。でもあのね、あの動画を撮った時はまだね、なんかほんと入ってすぐこうレッスンして、あの YouTube の撮影自体がそう撮ったのがね、選抜に入りましたってなって 2,3 日後くらいかなだったから、ちょっとねまだなんかあんまり決まりきってなかったっていうか、そうミュージックビデオが撮ってたのがそのあの帝都音楽祭を見てた方もいると思うんですけど、あの裏で撮ってたのでね、あの動画 YouTube の動画を出す時にはまだ撮ってないわけですよ。あ、撮影してる時点ではそうだから何とか何も言えなかったんですけど、 MV 気になるっしょ、気になるでしょね。気になっててください、そのままでいてくださいね。でもすごいあのいい感じになってると思います。謎どや、謎のどや、イケてたでしょ、衣装がイケてると思う、はい、イケてると思うので、はい。ちょっと教えて、だって教えらんないよ、もう誰だよバラしたのってなっちゃうし、言えません、これ以上は言えないんですけど、本当イケてると思います、イケてます、イケイケですね。イケイケなのかも、もうイケイケが分かんなくなってきたんですけど、イケイケです。だから待っててください、いつね、いつみんなの前で披露できるんだか。あ、でも決まってるのはね、4月3日ですよ。うん、4月のコンサートで初めて披露ですね。最速、確かに今の予定のままだと、そこがみんなの前で初めて披露、そうそうそうね、楽しみですね。今日はみゆさんと一緒じゃないの、さっきのさっきのさっきまで一緒だったよ。
でも下尾もさっきなんかショールームやろうかなみたいな雰囲気だったけど、どうだろう。やるんじゃないショールーム。もう今はバイバイしちゃった。うん。劇場公演待ってます。あーそうだね、公演最近出てないですもんね。なな君出てね、うん、ちょっと待って言葉がまとまってなかった。出てない間にと言いますか、もうね千秋楽が決まっちゃってますもんね。うん、そうなんですよ、千秋楽決まってるっていうことなのでびっくりなんですけども、うん、千秋楽出るよねって。え出るよ。え生誕から出てないですか。あ出てないかも。稽古公演でしょ、出てないです。はい。出てないね、やばいよね。もうちょっと8人バージョンが自分に定着しないまま終わっちゃうかも。やばいね、なんか全然実感ないもん。意外っていうわけじゃないけど、全然ね時間がない、実感がない。うん。ちっちゃいつがないだけで全然違うね。うん、本当にないね。あのさ、いやあのコンサートやってたらね、もしかしたら少しは始まるかもしれないってなったかもしれないけどね。そうなの、実感がないまま終わっちゃうか、悲しい。うん、やりたかったよねあのコンサートも。うん、うん、最後にかなぶんと、かなぶん今月までとか嘘やん、伸ばしてもらえんのかな、それは無理かな、寂しいよね。本当だよね、今月末ってこう結構いるかね。そうだよね、寂しい。出れたらいいけどな、一緒に。千秋楽まで いないのかな、千秋楽いるのかな。もう私どっちに出るのってみんな聞くじゃん。知らんよ、多分決まってるけどね。決まってたらさ言うってわけじゃないからね、公式待つしかないじゃんね。うわそっか、どっちだろうね、どっちだろうねとかさ言うけどさ、本当は知ってるけど言わないじゃん、言えないじゃん。そういうことってあるよね。だってさお話し会もね危なかったよ本当に。みんなさだってさ聞いてくるじゃん、次のシングルいつなの、俺の予想はさこうだと思うんだけどってみんな言ってくんの。なんでそんなこと言うのさ、知ってるけどさ、知ってるよ、言おうか、言えないじゃん、言わないよっていうことをずっとしてました。はい、最後のお話し会の2日間が結構みんな意地悪でしたね。意地悪だったな、ほんと滑らしたらどうすんねんっていう。危ないよ本当に、言わなかったよ、偉いでしょ。危なかったよ本当に、みんなそうやってね誘導していくんだもん、みんな。まあ、4月にコンサートが、そう4月まで、そうミャオさんが4月まで卒業ってことは4月までにライブがあるはずなんだよねってことはみたいな、なんかもう考察、すごい考察してるじゃんっていう感じでね、皆さん面白かったですけどきつかったです。だからみんなあの察しても、あの違う話をしてほしいかな。うんうん。なるほどね、サプライズが多いからってこと、 AKB が。確かにもうみんな感づいちゃうっていうか、なんじゃないかなんじゃないかってこ
こうハテナがいっぱい浮かぶのかな。まあわからんでもないな、確かにね。みんな聞いてくるのは本当よくないぞ、本当。うん、公式を待ちましょう。はい。うん。花粉症大丈夫ですか？今日は割とね平気ですね。朝だけしかまだ薬飲んでないんですけど、今のところ大丈夫です。はい。今のはいの言い方ちょっと。イラッとしそうな範囲だったね。大丈夫ですよ。でもちょっとくしゃみしちゃうかな。うん。鼻かきすぎて鼻が赤くなるんですけど、どうしましょう。ねえ。リセット公演。やばいね。寂しい。寂しい。寂しいね。出たいな、出たいけど出れるの、出たいよ。あー、もうないのかな、千秋楽までにないのかな。公演情報知ってる人みんなに、ちょっともうなんか走ってるみたいになっちゃうんだよ。みんなにお願いです知ってますか、ないですか、ないっすか、ないですか、ないです。あー、ないのかな。なるほど、ないということでもうね、公演出たいな、出たいなってずっと言ってるんですけど、 YouTube はいつアップロード。あー、でも厳密にね、いつっていう決め方はあんましてないけど、理想週1みたいなスタイルです。でも週1じゃない可能性もあるし、わからないですね。まあ理想はなんかなんとなく金曜ぐらいに上がるといいよねっていうテンションでやっております。はい。だからみんなチャンネル登録をして、あの通知来たら見てくれたら嬉しいなって思います。うん、うん、ありがとうございます。 YouTube ね、どんなの見たいってみんなに聞いて回ってる。どんなのがいいって。でも今日も撮影したんですけどね、楽しかった。楽しいんだけどいいんだかな。そう、ロケしたかったからね。今日めちゃめちゃあったかかったわ。うん、外。なんで今、あったかかったわ、わっていう語尾になったんだろう。なるちゃんのルーティーンを見てみたい。私がルーティーンしてるように見えますか？ルーティーンしてるように見えますか？内緒です。ルーティーンがあっても、新チーム4公演が見たいです。DMM 入会ありがとうございます。オンデマンド、オンデマ、3月20から30はスケジュールが出てないからワンチャン。お、20から30ね、いけそう、いけそう、いけたらいいな。コンサートのリハやってそうだけどね。
新公演はいつですかって出たよ。それもね、だから今一番良くないよね。ダメだよ本当に。知らないよ知らないよ、何の公演をやるんですか。知らないです知らないよ、もう知らないからさ、うん、良くないよ、良くない良くない。待てができないのか、待てが、待てだみんな待て知らないよ本当に、本当に知らないよ待てです本当、はい、やばいやばい、次の話よ次の話。音さんは知ってるって言ってたよ。ああそうなんだA は決まってるんだねってことで、はい、コンサートの舞台裏撮ってほしい。確かにね、舞台裏系やっぱね、舞台裏系っていうか成人式もそうだけど楽しいよね、みんなのね知らないところが見映せると言いますかね。確かに、うん、はい。最近アニメ見てるって、あ、いいじゃんいいじゃんいいよ。もう何も考えずに話せるお題ね。何も考えずにもう一旦、そうね。休憩ね、休憩。アニメはね、あの見てます見てます。もうね最近なんか貯めてみるってことがもうできなくなってきて、我慢できなくなってきちゃって、結構ワンピースは1話だけ貯めて、そこまでもギリギリまで来てるの、もうなんかほぼ週1ちゃんと見ちゃってる、見ちゃってるの。なんかテレビつけることが増えて、なんか結構1年くらい前とかっていうか、あんまりテレビつけないこと多かったんですよ、うん、テレビをつけないことが多かったりする時期ってあるじゃないですか、まあ、そういう感じだったんですけど、テレビをねつけるようになっちゃって、そしたらさ、見たいテレビがなかったら録画のとこ行くじゃないですか。今違うなみたいな時って、録画は自分が見たいと思ってるとこの集合が録画なわけですよ。だからもう録画のとこ行って、で何見よう何見ようって言って、はい、そうそう、2月はおうち時間あったんでね、結構見ちゃって、それでそれもあるんですけどね。だからね、一周一周なの、もう残せて一周。鬼滅もね、結局その最終回の日になんかなんだっけ、特報出ますみたいな情報が出ます。そしたらさ、え、見たいじゃんそれ、見たいじゃん。でネット見たらみんなさ話題にして盛り上がってるじゃん。でネット見たらもうバレるじゃない。え、くんまさん、くんまさんかな今覗かれた。あ、ちょっと何話してたか忘れたんですけどくんまさんかな、めっちゃ久しぶりだったわ、話したい。鬼滅の話してましたっけ。あ、そうそうそう、それでね、あのトレンドにしないでくれと思うんだけど、トレンドにしたら絶対見えちゃうじゃない。だからもうどうしてもツイッターとか SNS が見れなくなるのも辛いと。でまだ3話ぐらいあったけど、もう一気見したよその日に。一回携帯を放置してとりあえず見るっていうことしてた。そう、その日はだから夜中まで見た、結局見ちゃったよ、待てなかった、あ待てなくてね、見ちゃったよね。世の中の流れに負けたんですね。いや SNS が触れないっていうのも結構、逆にね SNS で知るのも嫌で、
だって LINE 見てもさ、あのニュースがあるじゃない。ニュース絶対見ちゃうの私、なんか LINE ニュース絶対見ちゃう、見ちゃうのね。あとなんかトレンドもさ、 Twitter 開いたらトレンドが出てくるじゃん、もう見ちゃう。だったらもうそうやって知るぐらいなら見よっていう、はい、目に見えるぐらいなら自分から見に行こうっていうスタイルです。はいね。でももう気持ちの問題よね。まあ確かにもう1個残すぐらいなら見てしまえって思うかもしれない。でも1個あるのはそういうこと、もう1個でもいいから楽しみだよねっていうものを1つも残しとくのが大事だから、週1週遅れで見ていこうかなっていう思ってます、今は。はい、最近変わったことですね。はい、思考が、はい、そういう思考になっていました。はい、こんばんは。で、今何時ぐらいなんだろう。6時になりましたっけ。多分6時3分ぐらいかな。どう？あ、6時17分あー結構行ってたね。うん、私6時過ぎて始めたっけ。すいません、もう始めた時間も見てないぐらい、はい、もう記憶がないです。呪術の3回目の予定はないけど、ないんかい、ないんですけど、2回も見に行った、2回目は行ったんですけど、やっぱ2回見た方がさ、なんかいろいろはっってなる。というのも今ね、今見てるアニメがまた呪術廻戦を見てて、もう一周してるんですよ。もうアニメを一周してる。今もやっと京都編に入った。高田ちゃんがなんだこうだって言ってるところらへん、東堂先輩が、そうそう、好きなあのタイプを聞いてるシーンぐらいでした。昨日見たのがそのくらい。うん、だからね、うん、その辺なんかもう一回見るとやっぱ意味がわかる。そう、あ、そう、でもね、そう、映画も2回見に行ったんですけど、まだ見てない方もいると思うのであんまり言わないですけど、あの1回目見に行った時ってレッスンとレッスンの合間で行ったので、ぎょうちゃんとあやねちゃんと3人で行ったんですけど、3人で行ったんですけどね、そのレッスンの時間が結構ギリギリ、もうよくその時間にチケット取ったなっていうぐらいのギリギリなスケジュールだったんですけど自分でギリギリにしてるだけなんですけど、あのなんか、いや、でももともとそのレッスンが、まあ、ギリギリって言ってもちょっとね、40分、いや1時間くらいはあったかなぐらいはあったんですけど、なんかわかんないけど早まりますって言われて、早まるんですかってなって、無理だよ、え、どうするって3人で会議をした結果、結局見に行くことにしたんですよ。で、そのマネージャーさんにも一応言っといたんです。あの本当に申し訳ない、最初の時間だと間に合う予定だったので、あの映画をあの3人で行くっていうことにしたんですけど、あの本当にでもっていう、そうギリギリだったんで、こういう話をして、そしたら、あ、分かりましたってことになってよく撮ったなって言われたんですけど、あ、すいませんって言って、分かりましたってなって、で見に行くことができて、で行ったんですよ。でも行ったけど、見たらもう私たちはもう見た瞬間よ、終わった、エンドロール入りました、曲がかかりました、よし出ようってなって、もう、あ、もう遅れちゃダメだからって、そう、ね、すぐ出て急いで向かって、曲かかったらね、曲かかったらもう出たの。でももう急ぎながら、でも本当に良かったよね、良かったよね、すごい良かったねって言いながらもう行って、で間に合ったんです、ちゃんとギリギリ間に合って、で間に合いました。でもレッスンの合間に振り入れとかしてんので、近くにぎょうちゃんがいたら、ね、あのシーン良かったよね、あ、じゃあまたって言いながら振り入れをするっていう
そういうスケジュールだったの1回目が。だからね、1回目エンドロールの後にあるなんて知らなかったのよ。知らなかった。だからもしまだ行ってないよ、行くよこれからって、もしいるとしたらね、あのちゃんと座ってた方がいいです。はい、あのちゃんとエンドロール終わって、エンドロール後にあるやつちゃんと見て、あの明るくなって出た方がいいなって思います。まあ、あの時は仕方なかったけど、知らない一心が出てきて、どういうこと、どういうこと、どういうことってパニックで終わったっていう2回目でした。エンドロール後がね、もう、うん、なんで、みたいな一応なるっていう。そうなの。なんでエンドロール後にあるって分かったの。あ、いやだから普通は私はいつもこう、そのなんていうの、シアター明るくなってから出るタイプ、ちゃんと曲まで全部聴いちゃうタイプで座ってるんですけど、その時1回目の時だけが本当にもう即で本当にだったんで、そうだから、そう最初のね特典は持ってる、あの本みたいな、ワンピースとかもヒロアカとかもね、あの本もらえるよね。本は持ってるんですけど、あれが欲しかった第4弾だっけ。そう狙ってたんですけど、狙ってたんならもっと早く行けよって感じですけど、行けなくて。そうなの。あれは何だったんだろう、なんか冊子みたいなやつ、うん、ちょっと気になった。私は鮭とおかかっていう方がね、いいですね、推しですね、王道ですね。あともうこれする人ですね。そう、あとマキ先輩もなんか、マキ先輩だよね。ね、かっこいい、みんな好きです。だってパンダさんもいい、パンダさん、パンダ先輩もうね面白いし、確かに2年生推しなのかなってぐらい、2年生推しかもしれないね。はい、あと東堂先輩も東堂先輩もうん、みんな好き、ほぼ好きやんって。ななみんも好きですよ、面白い。ななみんと五条先生の会話知りたいよね、どういう話してるか。あの二人でも面白そう。うん、ほぼ好きみんな好きになっちゃうよね、なんか。うん、鬼滅もね、あと1年後だっけ、鬼滅って。あれ鬼滅はいつかわからないんだっけ。呪術廻戦が1年後ぐらいか。何これ、ホワイトで AKB48、 あ、ちょっとどっか行っちゃった。何これ、今気づいたんだけど、なんか出てた。あ、これ何これ、なんか競ってるのこれ急にポイントをもらったんだけど、ありがとうございます。え、このポイントはなんじゃ、うん、うん、ね、達成するやつ。そうなんだ。あ、今日から背景変わったの。そうなんだ、常これかと思ってた。可愛らしい。今日7日、1週間前だからかなね。うん、最近イベント多すぎて分かんないって。ああ、そうね、いろいろやってるもんね。うん、キャンペーンですね。ペイペイ使える何の情報、ペイペイ使えるって。あ、何、ショールームペイペイ使えるっていうこと
何の話してるんですか？17期について聞かせて。17期オーディションしてるもんね、今ね。そうだよね、わからないですね。17期について教えて。私わからないです、本当にガチでわからないです。はい、知らない。カラオケ配信みたいな、いつかやろう。いつかやろう。また予想立ててるよ、みんな。いいよ、立ててもいいけど、メンバーには言わないでよ。知らんけど。テスト勉強してる。頑張ってね、テスト。テスト勉強だって偉い。今日は月曜日？月曜日。月曜日だね。月曜日。みんなは仕事あれかな？土日休みの人とかは月曜の朝は嫌だなみたいな、そんな月曜日ですか？学生とかもそうだよね。あ、仕事中ですがショールーム始まったのでサボります。すごいすごい。今とりあえず見てる人全員には広めといてよ、サボったこと。あさっては大学の発表です。怖い。ドキドキじゃん。一番ドキドキするよね、多分。休み、月曜休みの人もいるのか。確かに。ラーメン屋さん休みだった気がする。違うかな。地元の話ですけど。わかんないけど。月曜休みの店とか確かにあるよね。すごい、みんな、あ、入試ね、入試の時期。うわー、ファイトです、皆さん。私もね、あのね、たまに思う、たまに車の免許を取りたいなって。でもどれ、なんか怖くてビビってるんですよ。撮りたいなってたまーに。でもね、なんかなんだっけ、ゴーカートみたいって言われた気がする、ママに。ゴーカートみたいに、え私がっていう、運転してるのが想像できない、ゴーカートぐらいしかできないみたいな。確かにと思って、わかると思って。そう、あの遊園地にあるやつね。だからね、確かにって思うんですよ。私もねどうだろうと思って。一生助手席がいいな助手席でもいいな。でもなんか自分で運転してどっか行くっていうのがいい、羨ましいなって思う。ドライブとか行きたいな免許ね。ね、そうだね、東京だとなくても大丈夫だけど、
ね、熊本だとね、ないとね、ちょっと不便かな。うん。ドライブ行きたい時も誘うしかない。乗せて、乗せて。そう。で、免許ね、いやでも多分取らないと思います。取りたいなって思ってるだけです。うん、大きい車乗り回してほしいです。どういう要望ですか。大きい車、確かにおもろいよね。私がさ、おもろいよね。でも確かにおもろい気もするけど、おもろいでやって危ないんで。運転うまそう。本当嬉しい。嬉しい。うまそうに見えるだけで嬉しい。ありがとう。でもそれってあれだよね、あの運動できそうと一緒だよね。本当わかんないからね。撮ったら報告します。あ、しないかもしれないですけど、多分すると思います。でも多分撮らないかな。撮らないかもな、今のところ。撮りたいなって思うけど、 100% になったら撮ろうと思います。撮りたいってなったら撮ります。今はちなみに言うと 20% くらい。だからだいぶ先ですわ。うん。来週っていうか、もう今週か、今週福岡でイベントがあるんですよ。うん、福岡でイベントがあるんですけど、あれはね、確かあれですね、配信があります。多分確か。なんでぜひ、ちょっと緊張、多分緊張してるかもしれないんですけど、隠して頑張る。見てね。うん。そう、もしかしたらまっちゃん家帰れるかもしれないから、パパにホワイトデーを煽っとかないと。帰るしの、ちょうどいい時期だしのっていう。そう、最初の話に戻った。パパに、そうだよ、すぐですね、福岡。うん、チョコレート欲しいな。一周回ったね、確かに。もう1時間ぐらい喋ってるかな。じゃあ体感はもう1時間経ったよ。経ったから何っていう感じなんですけど、はい、経ちましたね、多分。あれ50分くらい、47分。あー、ちょっとミスってますね、ちょっと違ったか。
あと10分で1時間。別に1時間にこだわりあるわけじゃないんだけどね、1時間くらいやったかなっていう。爪ね、爪取っちゃったの。何もついてません、爪です。今日の私の爪です。昨日ぐらいに切りました。切って取りました。セルフネイルを取りました。何もついてません、爪。でも塗ろうかなと思って買ってみた色、春っぽい色を買ってみたんで塗ろうかなって思います。手かわいい。だって手ごついよ私。ごついでしょ。ごつさをアピールしていく。でかいんですよね、割と。でかくないですか私の手。サイズ感がね、うん。握手したい。だって握手会来るかな次ね。まだお話し会かな。うん、指相撲強そう。親指がね反るからすごい強いと思います。めちゃめちゃ反るんですよね。これが今の特技。特技ではないね、特技ですかね。これで指相撲は勝てます。でも攻められないです。攻めたら負けちゃうんで、もう逃げてます。ちょっと指を握らせない。ね、なんか2年前に握手会行きましたって言われても、え、2年前かって。2年前だと、あ、確かにまだ、あ、その頃も短かったっけみたいな会話になる。会話が2年前の握手会が最後です。そっかってなっちゃうね。でももう2年、もう3年になっちゃう可能性ある。やだね。そうか、なんかそんな経ったんだって感じはするけどね。うん、ね、1年が1年って感じないくらい、なんだろう、短いのかな、なんだろうね、なんて言ったらいいんだろう。空白の1年っていうわけでもないんだけど、まあ、空白の1年みたいな年もあったっけ。1年は言い過ぎかね、なんかギュッとしてる感覚はありますけどね。うん、ね、あ、そうなんですよ。5年前に劇場で目が合いました。すごい、逆にすごい。5年前をよく覚えてるね、すごい。だ、写真とか見ないと思い出せないかも。そんな真面目にノーライ、あれももう1年だよね。そう、あのこの間じゃなくて昨日舞台見に行ったんですけど、下尾とか出てる舞台見に行って、丸尾さんにお会いして久しぶりに、あれから1年ってことがびっくりですねっていう。びっくりしてた。でもリラも一緒だったんだけど、あれから1年って早いですよねっていう会話をしてた。そんな鬼ごっこはもうやめた。懐かしい。懐かしい。あとどんな歌だったっけ、どんな歌だったっけ。あ、髪切ったねみたいな、髪切ったね、髪切ったみたいなお話したよ。マロさんと最初の話ね。
あともう一個の歌なんだっけ、もう忘れてるよ。1年前のことを忘れちゃうね。もう一個の歌どんな歌だったっけ。わあ、もう鬼ごっこはすごいなんか鮮明に覚えてるけど覚えてないな。もう一個、あ、キルミキルユ私を殺してみたいな、あったね。懐かしい。懐かしい。そっか、もうそんなに経ったんや。それぶりの今度舞台ですね。私。これ。すごいね。ここに貼ってある、みんなにも見えてます？こっち側に。合ってるかな、向き。あれ？見えてない？ ここって画面外なんだけど。この辺ぐらいに、この辺ぐらいに舞台のさ、あれ出てる。あ、こっち？ こっちなんだ。みんなこっちにあるのかな？こっちにある人もいる？こっち？こっちらしいです。すごいね、びっくりした。でも私にはこっちに見えてるからあれなんですけど、こっちらしいです。ここら辺に多分あると思うんですけど。すごいね、これ貼ってあるんだね。リンク飛べるのか。ぜひぜひ。まだ募集してますかね。最初の募集しかいつもチェックしてなくて なんかその後一般とか、なんかなんとか枠なんとか枠って言ってるのまで私多分告知してないんですけど、最初のしかしてない。あるんで、5月14日行きます。やったね。どんなのお話なんだろうね。私もわからない。姉妹枠？今日まで？そうなの？今姉妹枠なの？ありがとうございます。結構出るよね。なんかフルでは出ないけど、結構出る。ありがとうございます。今姉妹枠終わりました。姉妹になりたい。もう関係ないこと言ってる人がいるんですけど 姉妹になりたい。姉妹います。姉妹にかけていくスタイルね、すごいわ。嬉しい。どういう感じだろうね。どんな舞台だろう。私も楽しみ。オムニバス形式って私多分やったことないかも。1話ずつ話が違うみたいな。私もなんか3年前くらいにもやってたじゃないですか。キスキスキス8が。それもゲストで出てて一瞬だったんですけど、そう。それでね、でもリッセンがカッパしたことぐらいしか覚えてない 衝撃的だったの。なんかカッパの印象しか残ってないくらいカッパだったな。だから何が来るか分かんないね、今回も。怖い怖い。カッパのリッスンしか残ってないっていうのがびっくりなんですけど、多分印象が強かったんだよ。みたいな、衝撃だったの。でもすごいちゃんとやってて、すごい、すごかった。すごいなと思ったもん。まだ入って間もなかったのに、ね、急に、あなたカッパですみたいな、すごいよね、やり遂げててと思って。金髪、確かに金髪でやってたね。3つに会いたい。3つの亡霊 3つ亡霊いるんですけど、
ミッツも懐かしいね。ミッツももう、もう3年ちょっと経ってますけどね。びっくり。3年半ぐらい。セリフが全然出てこない。3つのセリフがなんか西岡と徳馬切磋琢磨よみたいなのしか覚えてない。あれですか、あれしか覚え、そこしか、そこって感じですけど、多分それが多分印象的なんだよね。そこです、私が覚えてるのは。あとみんなが蜂じゃないことに知って登って寝るっていうシーンがあったなってくらい。切磋琢磨のとこしか覚えてない。そう、懐かしいですね。ちょっと前の話ですけど、チカチカするね、ここ。前も言った気がする、これ。懐かしい。いろんなカブトムシ、なんか虫が来たんだよね。そうそう。日曜日さすがにファンレターとか持ってっちゃダメだよね。ああ、そういうこと？会場どうなんだろう。でも大丈夫だと思う。わかんないけど。わかんないのかい。どうだろうね。読めるかな。日曜日ってイベントの話？急に戻ったね。うん。前にもあったよね。前やった時もここでやったのかな、配信ね。うん、お手紙渡したい、嬉しい。でも絶対に届くよっていうのはね、ドンキの8階だっけ、劇場AKB 劇場に送るのが一番いいと思います。確実に渡せられる、受け取れる、はい、方法です。うん、8階で合ってる。うん、なんか加速してない？チカチカの頻度。ねえねえねえ。もうちょっと頑張って。最近劇場行ってないのは、行ってないのでは、うん、行ってない。正直行ってないんですよ。行ってないんですよね。でも多分3月末か4月の頭どっちかには行くと思いますけどね。はい、まとめて受け取ります。うん、うんうん、手紙読むの好き。一気読みになっちゃうけどいつも。うん、ね、もしかしたらさ、先週、もしかしたらさ、もしかしたら千秋楽、千秋楽より前に行けたらいいな。うん、劇場行けてないですね。え、出たいやん。まだなるみなみあそ貼ってあったよ。
ね、貼っていただいてもらってます。ちょっと若いけど写真、うん、うん、お腹空いてきましただって。ほんと？私はそんなかな。今日の夜は鍋です。鍋を食べます。多分でもね、食べなくてもいけるぐらいの感じ。うん、何鍋だって。鍋はね、一生できるんですよ。味変してれば一生だ大丈夫ぐらい美味しい。何鍋ですか？塩系でした、多分塩系です。でも辛いのも買った。辛いのがさ、うん、辛いのがね、最近なんか気になるんですよ。気になる、好きじゃなく、好きとかじゃなくて気になって仕方がない。辛いんだ、辛いのになんか興味が湧いてきた。うん、あ、キムチの、豚キムチは大好きなんですけど、そのキムチもそこまで辛くないキムチを使うんです、いつも。でも最近普通に辛いのに、そう、興味がある。だからまだまだね、そう、全然食べれないとは思うんですけど、なんか食べてみようかなみたいな。なんかちょっとピリ辛ですって書いてあるやつとかって絶対こう自分からはこう取らないようにしてたんですけど、なんかちょっとピリ辛ですになんか、あ、いいかもしれないみたいな、なんか芽生えてますね。ありません、そういうの。なんか急になんか、もう今まではちょっと嫌ってたとこあったけどみたいな。ね、それのそれです。なんかちょっと辛いのに興味ですね。はい、慣れていくんだね。うん、大人の味覚、あー、大人になったんじゃないか。確かにそれは思うかもしれない。大人になったなって思うことね。うん、締めは何派？私は雑炊派ですね。あんまり麺食べないからかな。そう、雑炊が一番美味しいと思ってる、思ってます。うん、うん、カレーは甘口ですか？甘口です。でも最近中辛にしようかなって思ったりする。うん、福岡といえばうどん、ラーメン、どっち？阿久津さんだっけ、阿久津さんだっけこれ今の。うどん、ラーメン、どっち？分かる人にしか分からないやつ。どっち？分かんない、難しいな。でもラーメンじゃない？うん、ラーメンだね。福岡行くと確かになんかラーメン食べたいかもしれないなって思ったりします。うどんもラーメンもね、あんまり食べないんですけど、あの地元とかだとたまに食べますね。地元だと食べるかな、割と。うちの家はみんな、蔵の家はみんなね、麺好き。うどんとね、ラーメン多いんでね、やっぱ九州多いのかな。うん、
なんでね、みんな好きですね。東京の熊本ラーメンで美味しいところある？わかんない。東京であんまりラーメン食べないですね。でもラーメン屋さん多いですよね。びっくりするぐらいある。なんか美味しそうだなって思うけど入れない。確かにラーメン屋さんってちょっとだけ入りづらいのかな私。まあラーメン屋さんってなんかでもちょっと、初めて熊本行くならどこがいいか。車運転できるならぜひ阿蘇に行っていただきたいかな。やっぱ阿蘇はね、どこでソフトクリーム食べても多分絶対美味しいと思うし、景色がいい、空気がいい、とにかくいいんでね、行っていただきたいな。でちょっと時間に余裕あるんだったら市内の方で泊まるとかにして、市内でご飯食べるとか。牛乳が美味しい。そうなの、何でも美味しいよ。乳製品。運転できないと結構あれかな、きついかな。タピキングとか行きたい。タピキング響いた。タピキングの具ですごい響いた。タピキング必殺技みたいになった。懐かしい。私も行ってないからさ、全然懐かしい。いいなぁ。ね、タピキングもいいね。最近タピオカ飲みました？飲んでないよね。あんまり飲まなくなったよね。あのさ、あるよね、ピークって。ね、みんなもね、わかんない。世間的に飲まないかな？飲む人いますかね？どうなんだろう。あんまりなんとかコーヒー屋さんとか行かないんですよ。コーヒーがあんまり飲まないので。いつも水飲んでます。よく何飲みますか？いつもよく水を飲んでます。水ケース買いしてるんで、もう水しか飲まないです。飲み物って重たいじゃないですか。だからもう届けてもらうのが一番いいです。それで何を届けてもらうか、もう水なんですよ。そしたらもう水しか飲まなくなりますね。たまにお茶とか。お茶より水の方が飲みますね。はい、何の話。そうそう。今ね、4ケースぐらい4ケースぐらい頼んだ気がするんですけど、水をね。そう、どうやって運ぼうかな。玄関まで運んでくれるから、もう玄関に置きっぱになる可能性あるよね。とどうしよう。いや、いつもなくなったら買うタイプですね。飲むさ量わかんないじゃないですか。わかんないんですよ、どのぐらい自分が。飲む人飲まない人すごいあるからね。でもこれから飲みそうだなと思ったからめっちゃ買ってみた。爆買い。1ケース何本ぐらい入ってるんだろう。20本ぐらい入ってるよね多分。買いすぎたかもね。そうだね、どうにか運ぶしかないよね。持っていきたいところまで運べるのかなっていうのはあるんですけど、運ぶしかないんです。
でも玄関に荷物置いてるとすごい邪魔だよね。邪魔なんすよ、うん、炭酸水を飲む、飲まなかった。たまにレモンのやつ飲む。レモンの炭酸水美味しい。でもちょっとさ、あの炭酸水って炭酸が強すぎてびっくりしちゃうよね。一回栓開けて二日目ぐらい飲むのが一番美味しいちょうどいいぐらいのちょっと栓抜けてほしいなって思う。炭酸水わかる。微炭酸がいいって人わかる。めっちゃわかる。微炭酸よりまあもうちょっとあってもいいかな。強炭酸を買っちゃうけど、強炭酸じゃなくていいな、中炭酸ぐらいでいいなって思う。微炭酸はちょっと足りないんだよね。そしたら多いの買って減らすしかない。今は白湯、あ、白湯を飲む？白湯、私も白湯すごい好き。ちょっとね、朝に余裕ある時しか飲まないけど、うん、白湯ね、白湯もいいよね、あったまるよね。そう、うん、おいしい。お酒飲まないの？飲まない、飲まないっていうか、まだ本当にね、ちゃんと飲んでない。飲んでないから自分の力量がわからない。力量？自分のわかんないです。可動域絶対違うな。なんて言うんだろう、自分の何、なんていうの、こういうの、自分のね、わかってないです。量を量でいいのか、うん。めっちゃ飲んでそうって言われるのはあんまりそんなに嬉しくはないですけど、でも確かに言っても思う飲んでそうか、確かにって思うんですけど、うん、キャパシティ強そうっても言われる。めっちゃ言われる。あの、二十歳になってお祝い、二十歳おめでとうの次に多かったのは、お酒飲んだで、お酒飲んだって言った人の割合で結構多かったのが、強そうだよねっていう人が多い統計、去年の統計ね。去年二十歳になって今もう21歳なんですけど、言われるのはそういう感じ。二十歳おめでとうって、まあみんな絶対通る道ですね。おめでとうは嬉しい、嬉しい。その後にみんなお酒飲んだって聞いて、でもなるちゃん強そうだよねっていう人がもうほんと6、7割ぐらい、8割ぐらい言ってるかもね。で、なんかもう逆に強そうって言われすぎて、いやわかんないよ、弱いかもしれないよって、なんかすごいもう最後の方はもう弱いかもしれないよっていう謎のアピールをしてた。自分でも謎だなと思ったんだけど、なんかとりあえず弱いかもしれないよって、もう強いって言われすぎて、なんか弱いって思われたいのか分かんないんですけど、いや弱いかもしれないじゃん、分かんないよ、まだ飲んでないからねって、なんか若干キレてるみたいな感じになっちゃったけど、ちょっとね思っちゃったよね。うん、そう。でも確かに飲めそうってね、うん、そう。でもなんか酔っ払ってなんか酔っ払ってるのは嫌なんですよ。酔っ払ってる人にはなりたくない自分が酔っ払ってわーってなっちゃうんだったらもう見たくないですね。飲んでも平然としてられるなら飲みたいなと思うんですけど、
フラフラーってなってるのは嫌だなって思います。あれに、あれは嫌だなって。飲まないと思います。家計的に強いの、まあ何とも言えないんですよ。二択です。でも飲めるか飲めないかどっち二択です。とっても二択なんですけど、まあわからないね。でももう飲まない予定です。でも理想はずっと知らないままでいいかもしれないと思ってるけど、どうなるかな、飲むのかな。もう言われすぎて、飲んでないです。別に父とは合ってるんですが、合ってるんですけどね、合ってるけど飲まないんですよ。ってことはそういうことなんです多分。私はジンジャーエールをたまに飲むのが好き。ジンジャーエールが好きだからジンジャーエールは飲むかもしれないです。はい、以上。パパは飲む飲む、マミーは飲まない。ジンジャーエールが一番美味しい。あ、もう1時間経ってる。1時間経ったよみんな。ね、早いね。一瞬止めるからちょっと待っててね。